噛まれちゃいました。うん、血を取ったよ。はい。爪を切りましょうかね。じゃあ今日お昼のご飯の前の運動の時には爪切りにチャレンジ。そりゃ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 。はいはい。ちゃんくんもなでなでです。はい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 。テープもっといる？テープ
って全然、あ、下に来ちゃった。下側の方にはテープが残ってるけど、レッドの方が切りたいんだ。なんか紐でくくるとかした方がいいな。それかやっぱりまたガムテではめる？まあ本気出してさ、引っ張ったらどうせ外れちゃうんじゃない？うん、だって茶色のやつさ、ガムテで貼ったらさ、外れなかったよ。でもビリビリになってたよね。ビリビリになってたのは貼れる、貼る前だよ。そう、うん、貼ってからあの小さいやつを貼ったの、うん、そしたら全然取れなくなったのね。ただ後でベッドの後ろを人間が外すときにいらないって言って、洗濯前に外すときに強くついてるから、うん、そっちの布の方がちょっと薄くなっちゃう、うん、っていうこと。テン君のなでなでタイム。じゃあジャン君なでなでしながら、お、うん、
作ってきたね。あっしょくん、それはコーヒーだよ。キャリーにはポンちゃんもいるよ。そしてアンズさん、ずっちゃん、できたら爪を切りたいんです。でもなんかこれを見た瞬間にどっかにいなくなりましたけど、そうかな、ラブちゃん。でも行かないような場所に行ったよ。裏に回っちゃいました。ラブちゃん、そこはねハードディスクあるよ。はい、じゃあポンちゃん、じゃあポンちゃん、ポンちゃんも本当は爪切りたいんだよ。まああなたは急ぎませんけどね。はい、ひゃんくんおいで。新しいものに、はい、どうぞ。なんだ、はい、どうぞ。はい、輪っか作っといたから。Thank you.